えー、こんにちは。全国各地でですね。高級車の盗難が多発してるみたいなんですよね。まあ、この高級車なんですけども、今車ってのはなかなか持つ人が減ってきたと言われますけども。まあ、けどね。中古車の三十万円以下の車がたくさん売れる中で。逆に一千万円以上の超高級車もバンバン売れてるんですよね。うん、以前みたいに二三百万の車を五年ローンで買うみたいな一億総中流の買い方から。 超高級車もしくは本当に中古車の安いのをね何回もローンで乗り潰すみたいな形が顕著になってきてるわけなんですけどもここに来て超高級車がどん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 盗まれちゃう原因の一つにはやっぱり不況っていうものもありますしもう一つはね半導体不足でとにかくね新車の納車がすごく遅いんですよねでそういう中で中古車の価格もどんどん上がってるんですよつまり 新車が1年待ち場合によっては3年待ち4年待ちの中でこの中古車ってのはそこに現場に車があるわけですからお金払ったらすぐに乗っていけるわけですよねで中古車相場はどんどん上がっていく中で中古車も手に入りにくいとなったら今度はですね中古車を盗んで中古車屋さんに売っちゃえっていうそういうふうな人たちも出てくるわけなんですよ今回動画概要欄にちょっとね3分ぐらいのニュースを貼り付けておきますけども 今、車を盗むのって3分ぐらい ?5 分ぐらい ?10 分ぐらいこのぐらいでできちゃうらしいんですよ。で、今、高級車。例えば今回の動画に出てるのはランドクルーザーなんですけども、このトヨタのランクルっていう車、今、新車だと4年ぐらいかかるらしいんですよ。ですんで、早く乗りたいなって方は中古車を探す。中古車にもいろんなオーダーした車がないんで、結局、こういった闇から回ってくる車ってのが、まさに売れやすいってことになるんじゃないかなと思います。まあ、その中でも、 国内で売るんだったらまだしもね。国内から国外へ輸出しちゃうともうわかりませんよね。うん。まあ今船の便というのは減ってるみたいなんですけども、それでもこの1000万円級の車だったら十分ルートを通じて海外に転売するっていう道もあるんじゃないかなと思うんですよ。海外に売られてしまうともう盗まれたオーナーさんは泣き寝りしかありません。いやー、すごい話になってきましたね。うん。で、今回のお付けしてる動画、 1,000万円の高級会社にもかかわらずなんか野ざらし駐車なんですよねまあ、ですんでそこそこの車に乗ろうと思ったらガレージシャッター付きこういったことが必要になってくるのかなと思いますとてもじゃないけどもレンタル駐車場とかね月決めの駐車場に野ざ,野ざらしで送ってのはちょっと危険だなっていう風な時代になってきましたねさあそれでこの窃盗団といいますかね中古車を盗んでいく人たちなんですけども 一体どんな人たちなんでしょうねまあ、この辺についてはね私も全く分かりませんけどもどなたかご存知の方がいたらまた教えていただければと思いますそれでは皆さんご用心